瞬間心重ねてゲーム。皆さんこんにちは、ハロウィンと宮田さん、私がマックスプレゼン始まりました、はい、ということで新しい感じですね、この感じ。いや、はい、ドッキリじゃないぞ。そう、ドッキリじゃありません。タイトルコールにもあったようにドッキリ動画の中で、まあ偽企画で、まあ下のコンビニに行ってで、商品を買ってきてシンクロするか、同じものを買ってこれるかという企画をやるじゃないですか。やりますね。で、それでまあ我々いつも会わないわけですよ。まあね、そう、こんなに一緒にいるのにね。そう、会わないもんだったよね。いやまあね、そうね、なかなか会わないですけどね、いっぱいありますけども、まあそれを今回はもう偽企画じゃなくて本意でやろうじゃないかという。ガチで、はい、ガチでやっていこうじゃないかと。シンクロしていこうと。そうです。だってリオダイさんと村井さんはもう6年何年6年目ですね。はい、6年ぐらいずっとお仕事で付き合われてるわけですよ。だいぶ長いですよね。アップバンクの中で、うん、まあ宮さんよりも多分一緒にいるからね。そうですよ、一番一緒にいる。そうだ、うん、そうですよね。ってことはもうこんなのは余裕なわけですよ。はい、余裕です。で、今回私こう余裕ですよね。アウンの呼吸、アウンの呼吸ですよね。で、私外れますので、はい、今回チャレンジャーはリオナルさんと村井さんの2人ということですので、はい、これは村井さん余裕ですね。余裕です。2人でね、うん、いや、いけるんじゃないですか。はい、いけますよね。下のコンビニ行って2人がこうなんか商品を買ってきて、で、せーので出していただいて、で、あ、揃った、揃わなかった、じゃ揃わなかった場合はもう1回下に行ってもらって揃うまでやってもらう。はい、それを1万円以内まで。1万円以内まで。1万円超えたらどうなるんだ。罰ゲームに決まってんだろ。あんたら何にぬるいこと言ってんだ。どんな罰ゲームでもいいぞ、揃うからな。おい揃うぞ。いやいやいや、揃うぞ。揃いますよ。なんでコンビニで1万円なんて相当買いますから。なんだったら500円くらいで揃うぞ。500円で揃えますか。揃うぞ。奇跡起こそうだわ、ことだわ。奇跡起こそうだわ。そうだ、言ってかないとね。さあ、それで今回その1万円のお支払いなんですけども、ペイペイで。はい、あ、お支払いしていただこうということでございまして、ありがとうございます。私はもう使ってますから、ね、はい、結構もう使われているということで、どうですか？先月私15万ペイペイで使いました。めっちゃ使うな。すげえ使うじゃないですか。僕あの本当に先月の初めぐらいから使ったんですけど、うん、それでも1万円超えてましたね。結構使ってる。結構使いました、ね。ペイペイのなんかいいところというか、うん、なんかあります？あるよ。お、教えてください。例えばです、ね、はいはい、こちら僕のペイペイの画面なんですけど、ペイペイで支払うってことで5000円以上なかったんで、うん、チャージしたいなと、うんうん、で、俺がペイペイを使っててマジで一番いいなって思ったところは、うん、とにかくチャージが早い。ここにチャージボタンがあるじゃないですか、はい、で、これチャージを押すと、うん、銀行とね、うん、もう連携してるんで、うん、例えば今、5000円チャージしましょうか、はい、これね、チャージ金額で1000円、5000円、1万円だってその他でこういろいろ選べるんですけど、うん、まあ3000円あるんで、一応まあ余裕持って3000円分チャージして6000円にしておきましょうか、はい、で、この5000円を押すと8000円になります。あ、本当だ。1万円押すと1万8000円になります。ちなみに1000円をこうやって連動すると1000円ずつチャージ。あ、すごいすごいすごい。でもこれ、こんなにはいい。なんで人のペイペイで勝手にチャージしたんですか今。しようよ、もう銀行口座のさ、しようよ。だったからここに入れるよ、全部。あ、すごい。何チャージして俺。何この金額の部分を押すと、うん、こうやってチャージできるの。知らなかったのかね。1円単位でチャージできるんだよ。初めて知った。やってみ。1910円。チャージしてみ。チャージ。これ終わり。これマジで、その財布にお金がない、あ、おろし忘れた、うん、がないんすよ。あったね、昔ね。そうそう、レジであるじゃないですか。ちょっと ATM さんちょっと行かなきゃとかあったね、昔ね。うん、それが例えばペイペイの中にチャージにお金がなくても、うん、あ、ちょっと待ってくださいってパッて、その場でもうそこでもう10秒くらいチャージできるから、ポンポンってチャージして、はいみたいな。ちなみに時代の最先端はオートチャージ、うん、そうなんですよ。いくらを切ったらいくらチャージするっていうのを自動化できる。そう、私は5000円切ったら1万円チャージしてる。これでかいですよ、オートチャージ。俺まだやってないですけど、チャージする手間すら消したという。これがね、俺が好きなポイントで、はい、まあ、プラスもちろんのこと、うん、ペイペイで買ったらそのペイペイ残高がもらえるんですよ。そうです、ボーナスみたいな感じ。ボーナスがもらえるんですよ。それがでかい、超でかいよ。規律もですよ。気づいたらそれ入ってるんですよ。だいぶお得になったなと思います。神ですね。神ですね。あとは決済がマジで早い。俺はよくやるのはコンビニでこのタップってところを押して、これで店員してビッてやって、ビッてやって、はぁ、すげぇ。店員さんも早いもん。早いね。もう素直にいいところをちょっと今言いましたね。行きますか。いいね。ちなみに今回のタイトル、いやはい、タイトル、今回のタイトル、瞬間心を重ねて、はい、もうお分かりですね、うん、某大ヒット国民的アニメ、うん、エヴァンから、
いやもうほぼ行ったじゃないですか。普段リオナルさん青着てるんで、はい、まさにキング。シンク普段赤着てるんで、はい、アンカーアンカーシンクロしていこうという企画です。村井さんがアスカなの嫌だ。アスカでも家にいるから大丈夫です。私は会社マスクで安心してます。ふざけんなよ。お二方自信はありますね。あります。よし、じゃあ早速1回目コンビニに行くぞ。バラーさあ行くぞ。さあ買ってきましたか。はい、行きました。指輪買ってきた。いやこれはね、うん、自信あります。絶対当たった。いや俺マジでもう終わった。本当に終わらせたかもしれない。リオナリシンクロしてる。あ、シンクロしてる。全く同じこと思って。いやこれで終わったら、はい、いや本当にやらせじゃないよっていうことは本当に言いたい、うん、強く、うん、マジでガチだから。マジでガチ。でも本当に当たりそう。ちなみに私、うん、50-50 でした。2分の1まで限定した。本当ですか。ああ、ちなみに俺は合わせに行きました、村井さんに。ああ、おお、自分が食べたいっていうものじゃなくて、うん、村井さんに合わせに。村井さんは。私はリオナリの気持ちと自分の気持ちで、いや今回は自分で行こうで自分で行った。だからガチで合ってる可能性。これはあるぞ。これあったら、ガチで合ってる可能性あったら動画的には全然面白くないけど。面白いよ。いやガチで合ってる可能性がある。奇跡を。え、これ合っちゃったらどうしよう。これ一発目で合っちゃったらじゃあ全員罰ゲーム。いや宴じゃないですか。全員罰ゲーム。それ宴じゃないですか。それはもう視聴者のために。いや宴じゃないですか。宴ごめん。よし行こう。行くぞ。それでは袋から出した状態で机の上にどんな、はい、練習も何もない状況で、はい、行きます。せーの。はい、行きます。せーの。ドラゴンチ。ドラ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 。おい、ふざけんなよ。さすがだ。ちょっと待った、ちょっと待った、これはどうかな。いやどうかな、すごい。動画的にはさ、いやじゃあすごいよ。いや、いや俺マジですげえよ。そう、動画的にとかじゃないんだよ。いいんだよ、動画的にとかじゃないじゃん。いや俺さ、どうしようって、いや葛藤があったんだよ。コンビニで買うときに。いや、いいんだよ。いやさすがにいいんだよ。葛藤とかいいんだよ。これいいのか、本当にこれで終わりで。視聴者が見たいのはこれか。これだよ。一撃奇跡だもん。いや、そっちゃ。いや、マジで、やらせないからだよ、ほんとに。私、このノリだったらだよ、うん、もう一回やっても、二連続当たると思います。なんで、そういうこと言っちゃうの。次。あ、じゃあ、うん、次。次当たんなかったら、罰ゲームします。罰ゲームしますか。なんでだよ。いや、そうなるじゃん。言っちゃったから、なんで言うんすか。なんで言っちゃうんですか。言わなきゃいいから。それいいこと言っちゃうんですか。言わなきゃ。ダメですよ、もう言っちゃったから。もう、視聴者のみんなも、うん、あ、確かに。ちょっとそれ見たい。罰ゲームじゃ関係ねえだろ。いやいや、次当たんなかったら村井さんだけ罰ゲーム。いや余計な、そうだね、余計なこと言ったのに。余計なこと言ったもんね。そうそうそう、次も当たりますよ。そうね、今回シンクロするが出るじゃん。じゃあ次も当てるとはリオナさん言ってないもん。俺言ってない。そう、でもそれに同意しましたよ。してないじゃないですか。全然同意は。え、同意しました今。でも当たるでしょ次。当たるかも。いや正直ね、まあ、最近の動画をね、うん、あのひらがなプロフまで見てくれてる人は分かると思うんですけど、これをね買ってきそうっていうのはね予想つくんですよ。まあね、つくんですよ。多分みんな分かってたと思う。俺らのチャンネルしっかり見てくれてる人は全部ね、うん、私も1回戦何かを迷った時にニコイチって言ったじゃないですか。もう1個の方買ってきます。でリオナリも多分それを買う、間違いなく。ここで主張したいのは、うん、マジで、うん、俺も当てに行くわ。わざと外して、うん、ちょっと罰ゲームで面白いやつを取りたいんだろみたいな、うん、それないよ、ね、ないよね、マジで。あっていあんまりここでこうコミュニケーションするのはルール違反だと思うんですよ。はい、そうだ、その通り。言葉のコミュニケーションダメだから、ちょっと目線だけでコミュニケーション今やってください。目だけで。今買おうと思ってるものを想像して。はい、目で いくよ。はい、ついちゃってるじゃん。これはすごいよ。これは本当にすごいっていうさ。まず喜ぼうよ。やったーやったやったー、イエーイ。すごい、もう完全に180円一緒で5円。これが地味にこうでかいですか。積み重ねていきますからね。そうです。この5円で、うん、30年後か40年後にあのフェラーリが買えます。その時に、うん、ペイペイが、うん、あのフェラーリでね、うん、フェラーリ買う時にペイペイ使えたら絶対当てる。いくぞ。
行くぞ。さあ行くぞ。買ってまいりました。はい、買ってきました。ええ、私がリオナリに伝えたいことは本当ただ一つで、何ですか。素直になるんです。素直になる。もう買ってからじゃなくて今回もリオナリさんが合わせた感じですか。あの、僕はですね、さっき村井さんに合わせたんで、自分の気持ちで、あ、ってことは村井さんの素直になれは合ってると。合ってる可能性が高い。合ってますね。合ってる可能性が高い。これで合ってたらマジですごい。あの、本当に最初に言っとくけど、やらせじゃないですか、マジで、うん、逆に私は言いたい、うん、合ってなかったとしたら、はい、お前どうして決まったんだよ。なんで、なんで、なんで、おいっつって、お前どうして決まったんだよ。それでは、じゃあ運命の時だな。いいですか、一斉にお出しいただきたいと思います。はい、それでは、せーので出してください。せーの。せーので出してください。せーの。やらせだろ。いや、やらせ、やらせで、やらせだろ、やらせだろ、やらせじゃねえだろ。いや、いや、俺はあの辛いくんをの新しいの、おい、しどろもどろすぎるだろ。辛いくんの新しいのよく買う傾向にある。ある、ある、ある。ただ、うん、他のも買おうと思ってたの、うん、あのモンスターとか、うん、青のモンスターとか。あ、確かにね、飲み物も。なるほどな、なるほどな。そうそう、自分がよく買うもの、うん、で、純粋に今、うん、食いたいものにしようと。ちょっと危なかったですね。いや、リオナに素直になれよっていうメッセージ、こう、メッセージというかね、あれがもうそのまま言ったんじゃないですか。すごいですね。しかも、しかも言われてないからね。買う前にそれ言ってないですもんね。完璧です。人と合わせます。あの人手みたいな。あの人と合わせます。シンクロしたからね。奇跡2連発ってことです。いやー、すごいね。いろんなさ、YouTuber さんいるけどさ、2連続でさ、やばいね。会う人いないよ。いないよ。いや、これマジで。いや、私は信じてて、マジで。本当に何回も言うけど、やらせじゃないからね。本当に、そんなつまんないことやりたくないから。てか、なんだろう、俺は、あの、緑茶わさびでも穏やか村井さん見たいから。じゃ、2人の6年間は、ドラモツと唐揚げくんだったんですね。ちなみにさっきのカラクは240円で、7円相当のペイペイ残高がつきました。はい、ペイペイね、あの、僕らシンゴリッジは僕らも使ってるんですけど、はい、はい、ぜひね、あの、概要欄リンクからダウンロードできます。おすすめです。皆さんぜひダウンロードしてください。ぜひ使ってみてください。超便利ですよ。2人のシンクロ率やべえなって思った方はぜひ高評価チャンネル登録めっちゃよろしくお願いします。うん、続きはピラノアップで。さあろ、うん、村井さん降臨戦買ったぐらいのもんね。よっしゃ、ローコンしたぞみたいな感じでしたもんね。真ん中が5枚も入ってない。5枚入ってない。端末を拾ってきちゃったよ。ダメだ、ね、戦闘ですね。俺やっと最近スイカでジュースを買いました。